海洋研究開発機構の第1海洋総合作用研究分野の茂木耕作です。YMC っていうのはですね、今年から、今年来年でですね、国際的に、インドネシア周辺、海大陸周辺で、めちゃめちゃ観測しようぜっていうプロジェクトなんですけど、それの、ジャムステックが主導するってことで、2年前、2015年にですね、先立ってプレ YMC っていうのをやって、ちょっとフィジビリティスタディをやってたんですけども、大気海洋総合作用研究分野なんだけど、ほとんどの人が大気観測ばっかり見てて、で、ちょっと海洋のデータを見る人があんまりいなくてですね、僕が見ることになったんですけど、で、タブマップのオペレーションを担当しているうちに偶然、やってたら見つかったのが、バリアレイヤーが結構激しいねというのが出たんで、ちょっと今、JPGU のジャーナルの方に出してますんで、いずれ出たらまた見てで、プレ YMC はですね、2015年の11月と12日に、インドネシアスマトラ の, 西西岸沖でやってたんですけど、ちょっと地図見てもらうと、かなり浅いところでやってまして、岸からもう 50キロぐらいしか離れてない場所で、赤い場所がそうなんですけど、定点観測をやってます。それで、ここでずっと1ヶ月間定点観測やって、MGO が後半に来ましたっていうのを、大気としてはそれを狙ってたんですけども、それをやってた。で、海洋側はこういう、変わった場所で観測したっていう経験があんまりないと思うので、こういう場所で何が起こるのかなっていう話ですね。で、一応側線観測をやってて、こういう、水平方向の分布も見てると概要と全然違うんですね。スマトラ沖にこの海嶺構造があって、その内側は 1000m 以下のすっごい浅い場所なんですけども、こっち側の概要の 6000m の場所と全然話が違うっていうのが、これ、横方向が、側線に沿ったですね、流速の分布なんですけども、 100m ぐらいまで見てやると、概要は70-80cm ぐらいの、強い流速が出てるんですけども、内海に入ってきちゃうと、20-30cm 切ってしまう、ほとんど、水平流が汚いような環境場になってきます。で、あともう一つ面白いのがですね、シグマの10メートルと6メートルか、経路を取ると、結構すごい表層で、経路があると。だから成層が強いんですね。で、ここはその日変化大陸がバサバサ立つんで、降水が常に降ってて、で、こっちは概要はですね、表層10メートルでもちゃんと混合されてるんですけど、10メートル以下のところにちゃんとすごいきつい清掃ができるっていう場所になります。で、こういうところに、MGO って大気の、バカでかい雲の集団がやってきて、西風がバンバン吹くと、そういう強制が働いたときに、概要は概要でいろんな反応しますけど、沿岸の内海 の,、そのあんまりみんなが見てないような場所で何が起こるかっていうのは結構違う話になっちゃう。で、実際僕はバリアレイヤーに着目してるんですけど、これ横軸12月7日から17日が観測の終わりなんですけど、青線が ILD で、黒線がバリアレイヤーのシックネスになります。で、 MGO が12月13日に通過した時に、5メートルぐらいだったものがいきなり60メートルになるみたいな急激な線化を捉えましたっていうのが、前回鹿児島で報告した話なんですけども、ストーリーとしては先にまとめておきますと、この総圧が1日以内に5メートルからいきなり60メートルになったっていうのを劇的って言ってます。でも5日間で最大85メートルまで発達してて、で、なんだろうなっていうのを大体いろいろ調べてみると、MGO 強制によって延長効果があるでしょうっていうのは半分あって、で、残りは海洋ケルビン波で、ダウンウェリングの海洋ケルビン波が期間中にずっと来てたので、それで水温約束がどんどん沈降していくっていう効果もそれに合わせてあるでしょうと。だから MGO と海洋ケルビン波が同位相になってたっていうことが偶然重なったので、いきなり劇的なそのバリアレイヤーの発達っていうのが起こったんじゃないかっていうことをですね、ストーリーとして前回発表したんですけども、今回はちょっともうちょっと 定量的に、塩分清掃の天然水に対してですね、どういう効果が効くのかっていうのは、過去の研究でいろいろ見積もってるので、それで、概要でほとんどバリアレイヤーの研究ってやられてて、それと、プロセスの違いを説明できないかなと。
でただ、観測としてはですね、一点観測で、定点で3時間おきにやってるからその時間解像度はメリットあるんですけども、一点観測しないからもうほとんどの効果出せないんです。出せないんですけど、オーダーぐらいはなんとか頑張って見積もろうというのが、今回の趣旨です。僕がやると思っていることです。で、前回までの定性的な議論としてはこのストレッチング、ケルミハによるストレッチングですねとバーティカルミンクシングは、その MGO による強制ということなんですけど、これじゃないかと言いたいんですけども、どの程度までそのオーダーとしてかけられるかということがやりたいことです。で、まずその、SZD は一応唯一観測で出せる話なので、これだけまず最初にちゃんと見ておきたいんですけども、その バリアレートの塩分清掃で、それが時間変化としてどういうふうに見えるかっていうのを、延直深度断面で見てみると、観測期間11月23日から1ヶ月観測したんですけども、観測期間全体として29度の等温線がどんどんこう下がっていくのを指して、ケルミン波の進行によりますよということを言ってるんですが、で、何回か観測期間中風速の強まるのと、バリアレイヤーが 何回か熱くなるっていうのは観測されてるんですが、その時、3回ぐらいイベントがあって、それいずれもですね、塩分清掃が、先に、プラスの塩分清掃がこう潜っていくっていうのに引き続いてマイナスが出てくるっていうこのペアですね。これが、バリアレイヤーの熱くなるところのプロセスを、3回とも、共通して見られるところで、これからなんとなく想像してこの上で失われた分を下にやってるんだから今後じゃねえかっていうことを言ってもいいんですけど、それだけとは限らないので、これをなんとかして項を分けて概算でもいいからやってみようということです。で、オーダーとしては、こういう値はそのこれに関してだけは、ちゃんと見つめる。それで、10のマイナス1乗の PSU メートルパーメートルパーデイという単位で見ていきますけど、まず概要で一番その有名だったのは、その西田平とか安藤さんとかがやったような話っていうのは、大体水平移流でできますよっていうのがすごい多くてですね、インド洋も中央インド洋とかだと、この、SZ の水平分布、水平経度が結構でかい場所に行けばそれはそう当然そうだし、U もでかいのでそういう場所はそういうのが効くよっていうのは当然の話なんですけど、ここは、最初にも言いました通り、例えばこれ U の時間変化ですけど、プラスマイナス10センチ以内ぐらいのやつがこのちょうど今見たい場所ですね。ほとんど U はなくて、理由はかなり見込めないんじゃないかっていうので、例えば U はこれぐらいですよと。で、ナムラの SZ は、この一点観測では見積もれないんですけど、一応側線観測をやってるので、側線に沿って塩分を見てって、一応それを水平の経度として直すことは一応換算としてできて、で、時間がずれてるので一概には言えないんですけども、一応オーダーとしてはこれぐらいになりますよということは見積もれます。で、掛け算すると、ちょっと2桁ぐらいちっちゃい値、2桁から3桁ぐらいちっちゃい値になって、で、過去の研究と比べてもだいぶちっちゃいということは言えそうです。で、延直移流はですね、これも直接観測では何も見積もれないんですが、一応 SZS の、2回微分は一応見積もれます。これで、プラスマイナス出ますけれども、これに、W がどれぐらいなのかっていうのは一応エコ2から持ってくると、これぐらいになりますっていう感じです。で、その W がどれぐらいなのか自体はオーダーとしてそんなに違わないと思うので、これもそんなにトータルとして、間違ってはないんじゃないかなということです。で、あともう一つ過去の研究でよく言われ有名だったのはですね、ティルティングの項です。ティルティングの項は結構他の海域でも重要視されてて、でそれによってできますっていうのは研究論文としていっぱいあったんですけども、この時に限って言うと、U の視野を取ると、延直方向の視野を取ると符号がマイナスになるんですね。
で、塩分の水平経度もマイナスなので全部やるとマイナスになってしまって、あまりその塩分清素の生成には効かない、逆センスになってしまう。で、これが大きくなってほしいなっていう塩分経度の伸縮孔なんですけど、まあ、これもを見積もると、まあ延直位流とはあんまり変わらないですけど、まあ、一桁違うっていうぐらいですね。で、最後にこれが一番やりにくい孔なんですけど、要するに暖流混合の方なんですけど、これは直接見積もることはできないんですけど、一応表層だけ、サーフェスだけこれが S0 の B-E になるということは成り立つと思うので、まあ、それだけは当てはまることができて、で、それを2回微分したら、2回微分していくと、まあ、そのある程度の領域まではこれぐらいのオーダーにきっといくだろうっていうぐらいの見積もりはできます。でまあ、これがその微妙な値ですけども、これ大きいのか少ないのかっていうのはちょっとこれだけだとわからない。ただ一応ターボマップの観測ではその、ラリー光合の拡散散逸率が時間的にどんどん増えていくっていうシグナルはちゃんと観測値として見えてるので、まあ、ある程度それは信じられる話だと思うんですが、一応もうちょっと裏付けたいので延直混合の、一次元モデルを使って、まあ、そのガスパーさんっていうやつをまあもらってきてですね、一応回してみました。で、6日間だけですけど、その MGO が来る直前の CTD のプロファイルを使って、地上気象観測による強制を、まあ、与えていると。で、それだけでどれぐらいの、まあ、他の項も聞いてるはずだから完全には再現できませんけど、どれぐらいそのこの CTD の観測で、まあこう MLD がこういうふうになりますよ、 ILD がこうなりました、で結果的にBLT が発生しますっていうのをどれぐらい出せるかというのをやってみると、まあ厚さとしては半分ぐらいは、まあ、この単純なシミュレーションでも出せそうだということが分かりました。で、まあ、ちょっとまとめますと、まあ、その全体で見たいもののオーダーは大体これぐらいであって、それの、それに対して水平流はと傾斜光っていう、まあ、他の論文でまあよく有名な扱われるものっていうのは意外と小さくて、伸長孔と延直混合っていうのが、大きかったんじゃないかということを、まあ、ストーリーだけじゃなくてある程度オーダーまで追いかけました。で、まあ、延直一次元の拡散モデルによるってちょっとシミュレーションしてたところ、まあ、60メートルか80メートルっていうのに対してその半分ぐらいは延直拡散モデルだけ単純な計算によっても程度説明できるということがありました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではご質問、コメントをお願いいたします。お願いします。一次元モデルだとサリニティも計算できるんですけど、それもバリアレイヤー、それを使ってバリアレイヤー推定できるんですけど、それだとあまりうまくいかないですか。一次元モデルの変数に塩分ってありますよね。はい、それと比較したときに結構なんかどんどんドリフトしちゃってるように見えるんですけど。あ、そうですね。観測だとこういう塩分変化で、その一次元シミュレーションだとこういうふうにまあどんどん塩分が上がっていくっていう結果になっちゃったんですけど、でこれは、単純にその縦にかき混ぜるだけなので。表層に雨が降って淡水フラックスみたいなのがまず入ってないっていうのが一つあります。で、まあ、それでそれが供給されない限りは単純にその下の高塩分を持ってきてるだけなので、まあ、限界は当然 E-P の観測とかなくてちょっとそれは推計できないっていうことなんですか。E-P とかの値っていうのも推計できないので、もうなんか何も与えずに計算されたっていうことですか。今のその簡単な条件にしたのは、まあ、モデルがもらったモデルがたまたまそうだっただけで、入れれるんだったらちょっと入れてやってみたいなとは思ってます。ありがとうございます。それでは時間になりましたので、ありがとうございました。